日吉の趣味チャンネルでございます。今日はですね、自分が7月31、令和5年7月31日に、行ってきました。大腸の内視鏡検査の、結果を伝えたいと思います。これなんでやってるかと言いますと、去年4月にドックで、引っかかりまして、大腸の場合は、内視鏡検査というのが、検査項目に、なりまして、引っかかった時には、内視鏡をやるということで、紹介状を書いてもらって、去年の8月1日に、ポリープを取りました。4mm、ほんとちっちゃいポリープなんで、はい、取りました。今はもう日帰り入院で、朝9時に行って、そうですね、5時、6時ぐらいには家に帰ってきまして、一応1日、領収書を見ますと1日で入院1日ということに なってます。規定で言うと日帰り入院とはどういうこと、その医師の管理、医師の管理のもとであれば1日でももう入院、はい、日帰りで入院ということが可能ということで、はい、それで今はね、そんな大腸も、よっぽどのがんだとかなんとかの場合はね、入院手術なんですけど、ポリープ、取るぐらいだったらもう日帰りというのがメインで、はい、料金がだいたい2万5千円ぐらいでしたね。当然ポリープを焼いて取って、あと組織の検査ということで、はい、でその結果の、組織の検査は、そのまま放っておいたらがんになる組織でしたというふうには今言われたんで、取ってもらってよかった、取ってもらってよかったなということで、それで、通常 やりましたら1年後に、また再検査をするのが、ほとんど、通例なんですね。つまりポリープって1回できたらできやすい人はまたできるんですよね。ですからこの1年後の検査っていうのが大事なんで、それがね、7月、去年の8月31日にやったんで、その4ヶ月か3ヶ月前ぐらいに私1回電話したんです。4月とか5月に電話して、去年8月1日にやったものですけど、いつ頃空いてますかということで、したら7月31日に空いてるということなんで、その時にもう予約を入れてもらいまして、でその1回、その前に来てくださいということは、準備の説明その他があるんで、来てくださいということで、7月の初めぐらいに1回行って、で、内視鏡を7月31日にやりました。で当然ですが、その、2ヶ月前ぐらいの時に、その病院から、お世話になった時の病院からハガキも来まして、1年後の検査した方がいいですよということで、来まして、もともと予約したんで、はい、大丈夫ですよという予約はもう取ってありますからということで、当日は、はい、7月31日は5人ぐらいいましたね。はい、毎日のようにいますね。はい、それで、はい、結果的には、はい、ポリープはできていませんし、ドックでも引っかかんなかったので、今回は、大丈夫だろうというのが、そういうふうに大丈夫だろうぐらい思っていきまして、その結果、ポリープはありませんでしたので、本当に検査して、そのまま、写真を撮っていただいて、これなんかな、ポラロイドなんですけど、ただね、大腸のね、中見てもあんまり気持ちいいもんじゃないから、写真は出せないようにはしますけど、これ、はい、自分のやつがちゃんと4枚、ポラロイドで4分割で撮れてますので、S 字結腸の部分とか、盲腸の部分とか、直腸の部分とかちゃんと出てるんで、はい。はい、今回は問題ありませんでしたから、請求が8000ぐらいで済みました。ただ、これができてたっていうことですね。はい、これです。憩室っていうのがあったというふうに言われました。憩室っていうのは、休憩の憩に部屋って書いて、室、校長室とかの室ですね。
教頭室とか職員室とかの室ですね、警室っていうのがありましたということで、まあ、これはですね、まあ、長官に一時的にできる、まあ、水たまりみたいなもんなんですよね。それが、2箇所右側の、あ、まあ右側のっていうかね、上行結腸と S 字結腸に各々1箇所ずつあって2箇所あったということなんですけど、これはですね、まあうん、まあその筒に、まあ結腸に、あ、腸管に水たまりみたいな ちょっとしたくぼみができるっていうやつなんですよね。それで痛くも痒くもないんで、これはまあ問題はないというふうに言われました。まあね、痛い痒いとかね、それがもっと大きくなって袋状態に なったんであれば、それはちょっとまた話は別なんですけど、はい、ほんのくぼみが2箇所ぐらいは、それは何でもないんでということで、はい、一応あのこう説明だけはしていただいて、はい、おります。ちゃんと説明、先生説明してくれて、はい、助かります。はい、ですからまあ当分今回はで、とりあえず、問題ありませんので、まあ、当分はまあ一応先生は24ヶ月経ってからやりなさいみたいな感じで紙はもらったんですが、まあ自分の中ではまあ3年か5年後ぐらいでいいかななんて、まあ、思って、まあ一応お薬、成長剤、成長の薬ですね、はい、これとあとあのこうなんか便が便秘しやすいんでみたいな風に、まあその時言われて、水を2リットル飲んだりして、全部その当日は出したんですけど、まだところどころ残ってたみたいなんで、あのこれはなんていうかな、あの下剤も、もらいまして、でもともと自分はなんかの便秘症ではないので、どちらかというと下痢しやすいんで、まあその時にたまたま、まあストレスもある、ストレスかなんかで、まあ、その経筆っていうのはストレスでもできるみたいなんで、まあいろいろこの1年っていうかね、そのね、本当にね、その今回その1週間前ぐらいに同期の同僚の、まあ同じ、本当に高校から同じ、いや同じ人間で同じ会社に入って、同じ頃に退職して、まあその後僕は失業保険もらい終わった後にまたバイトで働いてるんですが、まあ彼はそのまま退職しているんですけども、そのね人もね、そのね、私のなんていうかな、そのやるほんの何日か前に亡くなっちゃってね、本当にね、結構ね、テンション下がったというか落ち込んでね、まあそれもストレスの一つだろうな。だから形質ができた、それではないんですけど、やっぱり今まで、やっぱりそういうことを、この1年、まあコロナがあってからも実際はもう19年の末からコロナで、20、21、22、23って本当にもう4年ぐらいコロナとも付き合って、まあいろんなことがあって、まあワクチンも6回打って、ね、会社のなんかその同じ職場の人が、ね、移って、コロナになって、やっぱり若い人ほど なるね。あとは家族がなって、その人も休んでるとかね、熱が高くて休んでるとか、本当にいっぱいいて、で つい最近もまたある人が、もうコロナになっちゃって、もうその前なんかもう、風邪だよなぁなんて言ってて、うつさないでくれよ、俺はよ、まずいんだからさ、もう病気のデパートだから、もう、で、年齢も64なんだから、もう、仕事場では一番年は上なんで、じじいなんで、本当にもう、病気は、もううつさないでくれよって言って、本当にマスクはしててよかったんですけど、本当に、会社の中一人は、もう、今時になっちゃったっていう、ちょっと遅ればせながらいるんですけど、その人はね、家族もなせたんですよ、一時。なんかだから、そいつの家系というか、もうコロナになるんだね。その人は、もうなるもんだよ。うん。で、本当に検査の何日か前に、まあ同期、
高校の時からの同期で同じ会社に入った同僚が同期同僚はい、亡くなっちゃって、まあ雲真っ赤みたい感じ、雲真っ赤なんですね。でまあ場所が悪かったというところで、もう、うん、そういう感じで結構悲しい、悲しいつがやっぱりねえ落ち込みましたね。なるべくねストレスはためないように、そういうふうに落ち込まないようには、うん、このコロナの3、4年はいたんですけどね、危険な場所その他には行かないように、人がいるところは行かないようにか、必ずマスクしてとかね、いろんな制約は自分で作ってやってたんですけどね、うん、ちょっとショックだったね、やっぱり、うん、まあまあそれはまあね、今回のまあ、その財長のね、検査の話とはまあ、別の話なんですけれどね、まあちょっと、ここ、何年かぶりに会ったちょっとその落ち込んだ話でしたね。はい、ショックでした。はい。ということで、まあ私の1年後の、ポリープを取った1年後の内視鏡の、大腸の内視鏡検査では、ポリープは見つかりませんでした。問題ありません。ただ、ちっちゃい形質が、大腸形質、2箇所ほど、はい、大腸形質というのはこういう感じの、はい、あれいただいてるんです。こういうのが2箇所ほど出てできてましたと。うん、まあこれは何にもなければ放っておいていいということなんで、まあ、ストレスをためないように、まあ、今後、生活していきたいと、はい、そういう感じでおります。以上で、清のシミチャンネルでございました。どうもありがとうございました。